はい、アダチです。今日も一日脳のリミット外してワクワクにしていきましょうね。はい。いやー、昨日ちょっとシャンパン飲みすぎちゃって、毎晩飲んでるんですけど、シャンパンいいっすよね。まあ、そんな話どうか。いや、シャンパン好きなんですよ。あのこうポンっていう感じがちょっと幸せな感じするんじゃないですか。幸せみたいな感じがね。毎晩シャンパン飲みたいな。ハッピーな感じいきたいね。いや今日もポン、いや今日もお疲れ、シャンパン乾杯みたいな。ドドミガンの話や、ドドミガンの話や。今日も名言いっとこう。今日も一日パワー全開でいく名言、いい名言聞けるかな。この辺で言ってみるか。何も書いてない。この辺か。あ、何も書いてない。この辺で言ってみるか。俺何も書いてない。ほら、こっちで行こうか。あー、室伏さんだね。室伏浩二、ハンマー投げね。試練は力試しのチャンスと考えよう。常に新しいことにチャレンジし、対応力を磨いていこう。そうだね、その通りだね。だってさ、室伏さんはハンマー投げなんかさ、ぐるぐる回って話してるだけで同じようなことやってると思うけど、あれ一投一投が全然違うんだよね、多分ね。そこの境地は分からないけど、俺には。でもさ、試練は力試しのチャンスと考えよう。常に新しいことにチャレンジし、対応力を磨いていこう。こういうことさ。常に新しいものにぶつかることによって、どうやったらそれをうまくこなせるかっていうのが身につくんだよ。だからいつも言ってるけれども、ぬるま湯に使ってちゃダメね。いつもと同じメンバーで、いつもと同じ居酒屋にいて、いつもと同じお酒を飲んで、いつもと同じ愚痴をこぼしていると人生が腐っていくから、どんどん新しいことやってこいよ。だからさ、そのさっきの冒頭のシャンパンの話じゃないけどさ、居酒屋もさ、行ってみようよ。なんだかここ気になるけど入ったことねえけど大丈夫かなみたいなところに入ってみようよ。そうするとなんか新しい出会い、学び、もしかしたら常連ばっかりで嫌な思いをするかもしれないけど、それも学びだから、気づきだから、話の種にもなるじゃん。だからまあ別に新しい居酒屋に行けって話じゃないよ。全ての人生において、とにかく恐れずチャレンジ、未知のものにチャレンジすることによってしか新しい進歩の発見はない。とりあえず今晩行ったことのない居酒屋に入ってみましょう。バーでもいいです、もちろん。そこで何かがワクワクすることがあるはずです。ぼったくりの店にはまらないんでね、まあ大丈夫だけどね。はまったって殺されやしねえからさ。何度もやってみましょう。どんどん挑戦してみましょう。あらじでした。